ウズベキスタン国家保安庁隊員のスリーブバジウズベキスタン国家保安庁は、ウズベキスタン政府の国家情報機関である。国家保安庁はソビエト連邦崩壊後、国内の KGB を引き継ぐ形で創設され、準軍事警察や特殊部隊を含む KGB と似た、機能を持つ組織を維持している。SNB と国家警察が内務省の情報機関として活動している。 複数のアナリストが SNB は以前ウズベキスタンのエリート内の一大派閥である多種権討伐の制御下にあると指摘している。SNB は大統領のイスラムカリモフの独裁政権と密接な関わりがあり人権侵害や警察を抑圧するための口実を与えるテロ組織への支援活動への関与を非難されている。ラジオフリーヨーロッパは1999年に起きた。 タシュケント爆弾テロ事件は、タシュケント罰のルスタムイノヤトフが主導し、SNB により実行されたものであるとし、SNB は2004年にタシュケントトブハラで起きた爆弾テロ事件も主導していったと報告、非難している。アメリカ合衆国国務省による2004年のウズベキスタンの人権に関する報告書では、SNB の職員は市民に拷問、殴打、嫌がらせを行っているとされている。 2005年5月13日、SNB 部隊は、ウズベキスタン軍や、国務省の部隊と共に、アンディジャン事件として知られる事件において、抗議を行った者を多数殺害した。殺害された人の数は、政府公式の数字では169人だが、実際には何千人もの数に上ると見積もられている。抗議を行った者は、地方のビジネスマングループが逮捕された事件と関わりがあり、 プラウダによると、アンディジャン事件は、SNB の地方支部局を差し押さえようとした行動を、含む乱暴牢責に対し行われたものであると、されている。SNB の次官は2005年に、内務省により任命された。アンディジャン事件を受けて、保安庁とハンテロ部局の再編が行われ、SNB の権力と予算は大幅に増加した。SNB は、 インターネットのトラフィックを監視しており、検閲を行うための使用規制機関として機能している。SNB の職員は市民が従順な態度をとっているか監視するためしばしば ISP やインターネットカフェを視察する。ありがとうございます。